こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はビジネスに対する考え方が、まあ日本人とアメリカ人は根本的に違うというお話です。アマゾンフィスでのやりとりは普通の日本人には違和感のあることが多いです。まあよくね、トラブルになった後、まあ、テンバーアカデミーに入会する方はですね、まあ、トラブルっていうのは、まあアカウント削除とかサスペンですね、それをなんとかしたいということで入ってくる方は、 聞いてみると、無料の情報とか、まあ今まで日本アマゾンでやり取りしてたこと、えー、それから、まあよその塾のサポートを受けて、まあいろいろあるんですけど、日本人的な常識だとね、まあ、そうするだろうなという当たり前の対応をして、だけど、えー、アマゾンの対応としては、アメリカアマゾンに対する対応としては間違えてるんで、えー、サスペンド、削除、あるいはカートが取れなくて全然売れなくなっちゃった、えー、そういうことになります。まあ、これね、えー どうしても、まあ、日本、日本で暮らしやすくなっていればアメリカの常識わかんないな、ある程度しょうがないんですけど、まあそれだとアマゾンだと不都合なんでですね、まあアマゾンの対応はアマゾンの対応で、えー、しっかりとやっていくと。日本の常識とは違うというのを認識してください。まあ例えば、アマゾンから偽物を販売したとの警告を受け取った。この時普通の日本対応だとね、えー、ちゃんと確認してるんで、本物だと思いますけど、えー、どこどこで買ったんで本物で間違いないと思います。 ね。でも、もしも、間違ってたらごめんなさい。みたいな、え、文章を送ります。え、これは、間違ってます。えー、まあ、誤ってはいけないと。あと、証拠もないのに本物だと主張してもいけないと。ね。いう、まあ、最悪の、これ、対応なんですけど、まあ、普通の日本の対応だとね、何がいけないのという感じですよね。次に、まあ、顧客から商品の到着が遅い。あるいは、壊れて届いたとのメッセージを受け取った。 ね、これ自分が売ってる商品ですから、自分で何とか対応しようとするのが、まあ普通の考えなんですけど、FBA っていうのはですね、えー、商品の発送梱包、それから商品の到着に対する、えー、クレームは Amazon がやることになってます。なんでね、ここで、えー、自分が入ってやってもいいことないばかりか、もしもね、不都合があった場合には、それはあなたが余計なことしたからだとかね、まあそもそもあなたのせいだということになりますんで、えー、これも、 まあ、アマゾンにただ、え連絡しろというのが正しいと。まあ、かなり違和感ありますよね。自分が売ったもんなのに俺は知らんという話をするわけですから。まあ、ただそれが、アマゾンへの対応、アマゾンとの、えアマゾンと購入者と販売者の対応としては正しいと。それから、アマゾンのミスで被害を被った。ね。この時ね、え相手のミスを責めてはいけないと。相手のミスっていうのは、えぇ、アマゾンで、まあ、大体トラブルがあったっていうのは、F、FBA 倉庫 もう中、FC の中、あるいは受け取り、えー、根本の時、輸送中、えー、あるいはね、えー、売上とか手数料の生産が間違えてた、というあたりになると思います。これ、それぞれ、ね、えー、受け取りの担当、えー、入力をチェックする担当、それぞれいます。で、クレームの担当はまた別です。であくまでもね、これは淡々と、えー、こういうふうになってると。もし対応す、もう、質問するんだったら、もしこういうふうになってると。 まあこれは、こういう形が正しいのではないかというのをね、えー、すごくわかりやすく、ね、えー、まあ、そりゃそうだろうなと、わかりやすく伝えないといけないと。わかりやすく伝えないでね、オタクのミスだなんとかしろみたいなね、えー、ただ単に責めるような文章を送ると、その文章を受け取った人はね、別に何も悪いことしてないわけですね。アマゾンのミスかもしれませんけど、自分がやったこっちゃないと。なのになんだ、何、この人怒ってるんだと。 ね。で、まあ、迷惑な、うるさそうな人だから、えー、対応するより、この人のアカウントをなくしちゃえという対応が実際問題あります。でね、日本の感覚だと、何か悪いことをして、証拠があれば、アマゾンを販売できなくなるという感覚が、まあ、正しいと思うんですけど、アメリカの感覚だとね、えー、気に入った人にだけ、売らしてあげてると。ね。だから、売らしてあげないの別に自由なわけですね。何のミスもしなくても、 気に入らないからあなたには売らせないと、極端に言えばですよ。いうことも、何ら問題ないということになります。まあ、この辺のね、文化の違いを分かってないと、まあ、本当に Amazon は、えーまあ、ドツボにはまるというか、ね、せっかくのね、えー、楽々儲ける手段であったはずなのに、対応を間違えたばっかりにストレスだらけとかね、販売できなくなっちゃったということがあるんで、まあ、よく注意してというかですね、えー、まあ、 はじめやり方わかんないと思いますんで、こんな文章来たけど、こういうの対応でいいのかというのをね、確認しながら進めていってください。まあ事例としてね、海外のホテルなんかでよくあることの事例と、あとそれからね、食分しかやらないと、ね、もらった給料分しかやらないというので、ロンドンの銀行強盗でね、チェックが甘くてまんまと360億盗まれちゃったという事件の事例の方を載せておきます。まあ何しろ、守るべき3つのポイント。Amazon 守ってはいけない。言い訳してもいけない。親切で余計な伝言ゲームに参加してはいけない。相手のミスを責めてはいけない。自分が正しいとか被害者だとかね、強くクレームを言ってはいけないというのをしっかりと認識してください。日本の常識は世界の常識ではありません。Amazon に合わせたやり方をしましょう。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。